はい、はい、ですね。いやー、いやでも、ね、皆さん、やっぱ初めの時よりは、顔が緩やかになっておりますからね。そうですね。いや、後半戦も緊張しますね。ねえ。でも、全然大丈夫。うん。うん、チップもあるんで、そうですね。チップ大きいですね。パルティードさんも3枚。そう、乗って。コメント拾おうかけて仲間役。はい、ここで、コメント係さんをご紹介したいと思います。はい、SDA の、専務理事中前さんお願いします。 SDA のエース、はい、どうでした前半戦。いや、熱い戦いでしたね。もうすごい盛り上がって感じでした。はい、ちなみにこの三半ちゃんで一番見どころってどこやったと思います？いや、もうコートつけがたいですね。全部です。そうですか。はい、ここから。やっぱあの、役満をさらってかわすみたいな。ありましたね。さんま特有の本手のぶつかり合いみたいな。はい。なんか、あれですね。ね。なんすか？え？いや、なんか、あれですね。なんですか？ベテランな感じ出てますね。あ、ベテランです。そりゃもう、あれですよ。大会の優勝、準優勝。そう、なんて言ったって、中前さんあれですもん。ライバルの大会で優勝されてますからね。すごいですよ。サンマも強いし。そう。ヨンマもよ、強い。サンマも強いし、ヨンマも強いし。マージャンも強いし。面白いし。ねえ。今からコメント拾っていくんで、ビシバシ。はい。皆さん、どんどんコメントしてください。はい。よろしくお願いします。でも、コメント流れてないです。ちょっと、すいません。コメントもずっと流れてないんですよ。はい、拾えないです。あの、パソコンの方。言ってもらっていいですか？ずっと思ってた。ポール流れてないんで、まず。はい、ここでちょっとパソコンの準備もございます。流れてない、どこ、いや、流れてないとかあるの？選手の皆さんも、皆さん映られてますでしょうか？まだですね。お願いします。そうですね。はい、ドキドキするわ。いやー、もうこれ以上私ザワーのポイント増えてきたら自分の時どうやろうってすっごい考えてます。ザワーのポイントらしいですよ。ザワーのポイント、そうですね。ザワーのポイント、多いですよね。そう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 。ワシズじゃなくて赤城なんで、ワシズは赤城の中の登場人物なんで。失礼しました。カイジ。あ、カイジね。いや、でもね、去年の6月ぐらいかな、赤城 T シャツって売ってたのあったんですよ。コメントの方が。やっと映りました。はい、やっとコメントの方が。そうです、虫やんかってか、コメントが今まで映ってなかったです。はい、じゃんじゃんコメントしてください。はい。あの、仲前専務理事がすべて拾ってくれますので。はい、一つもこぼしません。出てこないですね。はい、もうそのね、動いてます。いや、だってあの、まだ対局始まってないんで。あ、そうね。みんな多分トイレ行ったりご飯食べたりして。そう。視聴者さんも。これは違いますね。多分視聴者の皆様はご飯休憩かな。軽く。そうです。うん。そうですね、それ。ね。見て。これは完全に仲間さんに言われてますね。はい。声は絶対仲間さんに言われてますよ。いや、言われてないです。はい、僕今ここ初めて出たんで、これだいぶ初めのコメントなんです。え、下があの最新なんで。あ、そうなんだ。はい、じゃあちょっとあれなんで、中前さんに軽く自己紹介お願いしてもいいですか？はい、けど今来ましたよ。さんま知らないことから質問させてもらいますって。はい。怪しい、ね。中前さん、軽く自己紹介の方お願いします。あ、まーちゃんさんの方も、まーちゃん、難波店さんが協賛していただいてますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。自己紹介しようと。専務理事の中前です。よろしくお願いします。はい。なんでそんな共通してるんですか？急にはね、ちょっとやっぱ対応できない。中前さん、ちなみに、お店のお名前は？あ、大丈夫。ビッグウェーブ、天王寺のビッグウェーブ。ウェーバー？はい、ビッグウェーブで働いてます。はい。まだ皆さん時間あったら。ウェーバーですか？はい。ウェーバー。
はい、いや私聞いたんですけど、はい、あのビッグウェーブさん、あの鼻ハエがちょっと面白いって。そうですね、あの赤、あの白ポッチというか即ズムハエになるんで、はい、ちょっと一歩変わったルールですけど、ねえ、はい、あのやられたら腹立って やったら嬉しいみたいな。なるほど、はい、うん、いやぜひ打ってみたいです本当にがっつりと。え、はい、いや今あのこれまたバギ名みたいなしてるんで、そうですね、はい、今バギ名の最中ここに入ってきて、うん、2人の緊張感バーって増してこんな感じになっちゃいましたね。え、嘘、私も緊張感さらさらないんやけど、ね、まだ残り3回戦で、はい、この選手もトップは全然狙えますからね。そうですね、全然大丈夫ですね、はい、まあでもロッソさんも今あれですね、ポールさんがトップですね。ポールさん、はい、ポールさんいただきセブンの選手の名前ポールって言うらしいんですけど、うん、え、今さっき入った情報も、あ、ポールですか、ポールキッシー、ポールキッシー、ポールキッシー、ハンドルなんかセカンドネームみたいな、どこの人ですか、キッシーでしょ、へえ、知らん、それまた後で帰ってきた時にポールさん出身はって聞いてください。クォーターの中かないんかなと思って、あ、ネクオーマー、アメリカらしいです、今入ってきたアメリカ情報です、アメリカ顔ではないですね。いやまあけど体大きいんでね、全然アメリカサイズ、アメリカンサイズ、はい、全然ありえますから。ではこれからはポールキッシーと呼ばせていただきます、はい、そうですね、はい、そうですね、決まったかな、さあどうでしょうね。中前さんはプロですか。違います、プロじゃないです、素人です、アマチュアです、アマチュアですね、はい、いやでもやっぱりプロにはね勝ってましたしね。いやもうそんなんたまたま僕みたいなもんたまたま、いやー、中前さん持ってますわ、うん、かわいい、かわいいですね、かわいい笑顔やったな今。結構ね、このパルティードのオーナーさんがね、あの言ってたんです、中前さんと一回打ったことあるけども結構手役重視やなって、中前さんが。あ、そうですね。手なりで打つよりも、なんかこう、はい、寄せていった方が。作りに行く。そうですね。いやー、ぜひ私も対局させてもらいたいです。いや、いいです。え、そこ断るんですか。いや、もうぜひ。はい、はい、ぜひ。白ポッチで上がってしまえばいいんですよ。うん、あ、なるほど。イラってされて。当たると嬉しい。サンマのプロ団体じゃ？いや、プロ団体ではないですね。プロではないですね。はい、サンマを盛り上げよう。そうですね、はい、という。サンマを盛り上げようとする会ですね。そうですね。はい。はい。はい、さあ、どうでしょう。そろそろ5分経ちますね。そうですね。ね。趣味は釣りですかね。あ、釣りですか。はい。え、サンマの手組みせ、いやこれほんまね、サンマはねほんまにあの縦にも横にもなりやすいんで、あの4人打ちよりも縦になりやすいんで、はい、やっぱなんですかね、そのオリジナルの手順がめちゃめちゃあると思うんですよ、4人打ちと違って、だからそこに面白みがあるかなと思いますし、結構4枚よりは個性出ますよね。あ、個性はもうめっちゃ出ますよ、ね、押し引きもそうですし、うん、いやあ、あ、バギ名始まりますね。始まりましたね。ちょっと緊張がほぐれてきました。うん。うん。こっちまで緊張が伝わってくるので、うん。緊張ほぐれてきましたけど、はい、その勝ち上がりの条件が見えて、あの条件によって緊張する回になってくるでしょうね、4回戦、5回戦、6回戦は。そうですね。あ、先週の話ですよね。私の緊張やったんですよ。今。あ、そうなんですか。はい、解説の方の緊張やったんです。解説は緊張してようがしてようまいが、あの視聴者さんにあんま関係ない。大丈夫です。普段はもうちょっと優しいんですけどね、おかしいですね、今日は。はい、バギメが。いいこと言うね。ありがとうございます。ど、あの何に対してのいいことかちょっとあんま分かんない。ちょっと分かんないですね。まあ、全部いいこと言ってますから。そうですね。今からってことか、緊張がっていうやつちゃいます。もうそれもありますし、あの、うん、オリジナルなとかもあるでしょうし、ああ、うん、
そろそろ。さあ、対局準備が整ったようです。はい、それでは画面がそろそろ切り替わります。はい、切り替わりました。親がロッソさん、なんちゃいただきさん、サーチャバルティードさんです。ドラの方が白、白ですね。いや、チーチャパルティードさんですね。あれ？あの、席替えしたから。ちゃんちゃん。ロッソさんから始まってない？そう？そういうことね。あれが変わってるんですね。はい、そうです。はい、ちーちゃパルティードさんになります。これあれですね、休憩挟んだことによって、はい、みんな手がシワくなりましたね。誰も赤持ってないんちゃいますこれ。あ、赤きましたよ、言うてたら。シワやな、みんな。シワシワ？はい。みんな赤く。うん。ねえ。差し掛けましたね。チャンタですね、これ。さあ。あんまり好きじゃないチャンタ。え、私一番好きなチャンタ。いや、あのやっぱりね、チャンタってあの難しい割にはそんなに安いじゃないですか。だからあんまり好きじゃないってこの間ね議論してたんですあえて嫌いなチャンタを行く。まああの泣きには理にかなってると思うんですけどね。あの、はい、赤が全赤なんで、あの真ん中に寄せていくんで、おのずと端の牌が、はいはい、場に切り出されるんで、はい、ロッソさんが早そうですね。今パルティードさんトイトイも見せてパーソン残しましたね。あ、はい、9万カウしてますね。カンドラがパーソン9万カウ、うん、パーソントイツいい感じです ねロッソさんのパスが欲しいところ。さあペイも仕掛けて、これもトイトイに行きましたね。はい、行きましたね。トイの中で泣きたい鈴木さんが絞っております。親にも打ちにくいですからね。そうですね、リーチのタイミングで出るか、うんうん、これでウーパーソテンパイロッソさん、はい、はい、ウーパーソどうですか、薄いですか。さあ1、2、3、4、ウーソ3枚4枚残り。そうですね、サブロー急走、はい、リーチですね。サブロー急走が1、あら積もった、うん、高め、はい、ハネマン、ロッソさんのツモでハネマン5丁、ハネマン、はい、うん、うん、そっちも跳ねますね。高めは休めですね。はい、トン2曲になります。これウーソードラなんで荒れますこういうのほんまに荒れますか。あ、はい、またみんなハイパイ真っ黒です。ほんまですか、はい、さあ皆さんの手配が画面上に誰もも、そろそろ、ね、ウーソーの奪い合いでもあると思いますね。仲間さんは何歳ですかっていうコメントが来て、僕32です、はい、33です。ごめんなさい、今ちょっとサバ呼びましたどっちでもいいですね。33歳まあ一番皆さんが気になったところだと思うんですけど、33です。誰も開かない、ほんまに。そうですね、みんな真っ黒黒しけですね。強いて言うならチュンが1枚あるぐらい、まあ、赤っていう言い方やめますわ、ドラにしますわ。じゃあ了解ですほんまに真っ黒ですね。ねえ、真っ黒です。嘘、固まって引きそうですね。うん、チーズ欲しいところですね、パルティードさんも。そうですね、さこえシャンペン、チーズがありません。あれ、ロピン動かすっていうのも、ね、一つの手筋だと思うんですけどね。ああ、の一通とかも、はいはい、染めるとかもありますけど、うんうん、さあこれ何切るかですね。あ、ま、さあキュースちゃんたはあの今回はミスでない。はいはい、いいな、いただきさん早そうちゃいます。そうですね、これでシャンテンですね。はい、うん、嘘はねダブルドラだけにね。そうですね、はい、でも嘘、あ、1枚だけかまだ。そうなんです、嘘まだ誰、まだあんまり配られてない。そうですよね、はい。あ、コメント、はい、はい、バンバン頑張れ、ありがとうございます、ありがとうございます。バンバン、バンバン、楽
頑張ります。おーもう勘せず、せず。おー私勘しちゃうかな。勘しないんですね。中前さんならどうですか。僕勘します。あ勘せへんかも。そのあのまま勘嘘でリーチ行くは全然あります。なるほど、はい、小さなし、はい、小さなし、小さ、いやあの条件が全然ちゃうんで、ダブルなんで、あの、いや、これでね、ロウソがいっぱい見えてるとかって、ね、全然いいと思うんですけど、あ、そういうことですね、あの状況は一緒なんで。お、ペン3ピン入って、手が広くなります、うん、いいですね。いいですね。サブローピンリーチ。うん、いきますね。咲いた。サブローピンでございます。はい。1、2、3、4。サブローピン結構おります。いや、3枚ですね。2枚ローピン切れてるんで、ローピンがありません。ね、ローピン切れてないですね。ローピンがないですね。あと2枚。2枚、3ピン2枚ですね。これ、だってね、あの、これ、うん、パルティードさん、あのままチーソー引いてきたいですけど、ウーソー引いてきたらプリテンになる。おかけリーチ。ウーパッソー、もうこれけど、ええ街ですね。ウーソーの方が多いという。サブローピン上がりました。おお上がりましたね。ウーパッソー、いや、ウーパッソーですね。パッソローンですね。リーソクピン。2丁。はい。2丁。はい。これはねまですね、今これやっぱね一本までございます。パルティードとロスを逆ですね、あれ。そうですね、ちょっとお願いします。ドラの方がさあめくれました。はい、イーマンになります。ありがとうございます。さあさあ、7赤が配られてきましたね。そうですね。ロッソさん手早そうですね。いただきセブンさんもシャンあのメンホンいい感じ、はい、だけどねちょっとセンチャンパイがネックになるかなっていう、はいはい、中の牌がちょっと少ないんでね、うん、動きにくそうな、うん、いいスッソに持っていきたいのかなね。え、まあ、順が進んだらね、あのいいスッソよりっていうのは、はい、多分いいなと思うと思うんですけど、うん、なってます。じゃあ今のところ ね、はい、お、順重なった。染め気配したらあの椅子は多分やめると思うんですけど。あ、そうですよね。あ、もうそうですね、トン絞って、うん、これトンの話し時はまあいつでも大丈夫っちゃ大丈夫ですね。あ、一気に手引き締まりましたね今。そうですね、パルティードさん、でもいいね、いいですね。酸素早い段階で引いときたいですね。ああ、そうですよね。とかもあるっちゃあるっすよ。はい、はい、数値素になると。うん。シーピンか、ウーピンか入って。お、うん、はい、これで。広げます。数値ピンするんかな。どう決めたの。いただきセブンさんが何そうだな。ジャンソー、イーソーの名前が出てないから今まで参戦してたのに、はい、出てないですね。あ、そうですか。それちょっと言ってください。イーソーさん、今回はイーソーさんはちょっと出ていないですね。そうですね、テンポ最強戦には出ていません。はい、はい、そのいつの間にか、はい、普通の手になってましたね。誰ですか、パルティードさん。あ、そうですね、はい、トン統一で落としましたね。はい、ちょっとなんか感じたものがあったんでしょうか。おお。で、ローピンチリ。キッサン。行かず。うん。行かず。お、私もローピンチリ。これで短期選択になっちゃう感じしますね。はい、うん。おろろろろ。短期に取らず。あ、これで数値総転配。はい。あ、でも、まあまあまあ。もうもうもう、スーソーが、あ、でもロッソさんも丁寧に行きたいね。うん。スーソーがいただきさんに3枚。いったんで、うっそ。うっそ。ほう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 。おっ！さあ、これで、サブロー、あ、じゃあサブローキープな、チーピン、パーピンですかね。あ、スーチーピンもあるんですね。あ、スーチーピン取りそうですね。おべたんってことですか？はい。
スジピンリーチかも、そうですね、そのまんまパピンキューピン、パピンチーピンか。あまり行きたくなさそうでしょうね、でも。さあ、これでパピンテンパ入りましたね。はい。パピン、うん、みんな薄いですね、これは。うん、そうですね。おい、おい、しかし、いただきさん強かった。ホールさん、積もりました。ホールさん、積もりました。高めで満貫。はい。ホールキッシー。すごいですね。ホールキッシー。ホールさんが、はい、流してますね。すごい。今のがポールさんでございます。はい、パルティードさんとこ、ちょっと展望がエラーになっておりますね。そうですね。ちょっと違うところに入ってるのかな、うん、多分そうやと思います。フリテンリーチはなしです。はい、はい、フリテンリーチかけずにツモは OK なんですよね、はい、マージャンしたくなるな。さあ、ロッソさんの手配、うん、見てたらやっぱりね、うん、こうなんていうか、そわっとそわっとする、ね、そわっとする。さあ、いただきさんもまずパルティードさん、展望ずっとエラー出てるんですけど。そうですね、ちょっと言いましょうか。パルティードさんの展望がエラーになってます。今テンポ早いな。早いですね、はい。さあ、これチューンがもちもちですね。いただきさんとパルティードさんで。あ、めっちゃ広いシャンテンになりましたよ。あ、そうですね、はい。ロッソさんめちゃめちゃ広いシャンテンですよ。ヤンウッソ、サンソ、スソ、ローキューソ、チッソ、パッソ。いいですね。これ初切り。あ、もう入る範囲によるんちゃいますかね。あ、これは。これ多分展望のエラー直してもらって。そうです。あ、けど今エラー直ってます。直りました、ね、あ、ほんまですね、はい。マカオ大事にしましたね、はい。これはさすがにいいもんですかね、うん。これなかなか出まいりません。想像 1以外全部テンパイなんですけど、ね、あすごいですね。なかなか悲観ですね。なかなか。さあ、これでカン、はい、カンちゃんとリャンカンが残って、はい、チュンが出たら叩くんかなと思ったら、チュンはまあもちもちですね。ですね。どっちかのカンちゃん入れたいですよね。そうですね。さあ、ウーパーソー。はい。お、ここの先輩。ウーパーソー対リャンウーソー。二人合わせてリャンウーパーソー。はい。あ、リャンウーソーの勝ちですね。ああ、はい。利息積も五兆。積も。あ、ああ、とか積も。利息積も五兆。鳥羽一郎。はい。ロッソさんでここでトップ欲しいですかね。そうですね。点数的に。これ赤は、はい、ウーピンが4枚、ウーソーが4枚で全部で8枚です、はい。各4枚ずつ入ってます。はい。さあ、トーン3曲ですかね。で、ロッソさんの親で、ここでバイマンとかトッパンとか積もっておきたいところですね。もうほんで、はい、そのハンチャン決めて。ああ、そうですね。うん、さあ、ドラが白になります。あ、いいとこ引いた、ですね。ね。あ、これ一気に引き締まりましたね。さあ、いいですね。ちょっと打点が絡んでないのがちょっとネックかなと思いますけど、
これみんなリャンピン置いてるのちょっと危ないんですよ。お、変えましたね。サイスピリーチ。はい。リーチデンデン。はい。先生、リーチでございます。イースピ。親ディです。リーチ一丁ですね。リーチ一丁。あ、一丁ですか。あ、は、あ、なる、はい、花抜いてるんです。さあ、これイスピンの行方どうでしょう、アイちゃん。イスピン、山盛りおりますよ。うん、1枚しか。あ、ちょ、2枚、6枚いますね。うん、あ、ほんまですね。5枚ですね。あの、ターチャに1枚ずつと、自分スーピン1枚使ってるんで。1枚ずつ使ってます？あ、ほんま、今、うん、いただきさんも1ピン持ってるのか。はい。集めないですね、なかなかありますよね。でもこれね、先みたいに後の方でごっそりっていうパターンもね、みんななかなか手進まないですね。そう、みんなちょっと苦しい形ですね。うん、でパルティードさんはあの親に漫画打ったらもう飛んじゃうんで、はい、多分いけないんですよね。はい、ああ、でいただけセブンさんもあの手がちょっとね停滞してますね。丁寧に丁寧に、はい。いいスーピンこれですな、どうなってるんですかね。そろ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 振り分けられそうな気がしますけど ね。おお、さあこれ、まあ、けどね、さすがにでもやっぱり筋ですね。けど次切る範囲ないですよ、多分。ないですよね。イスピン、あの筋も結構危ないですか、ションパイですから。うん、あれこれ切る範囲も完全なくなりましたね。うん、さあ詰まった、はい、ヤンソー、そうそう、ツーチャンス、ツーチャンス、ほんまにないですね。でもほんまにないですよ。もうこれ完全に撤退しましたね。イスピン全然つまらないですね。けどもうあのこれも他の2人はもう多分上がれないんで、いけないですね。もう親の一人舞台ですね。リーズモ一丁への一人旅です。あ、スーピンでイーペコス休め。リーズモ一丁。リーズモ一丁からのからの休め。全然オールでございます。ここでビシッと上がるの強いですよ。ねえ。はい。はい。ロッソさん連想一本番ですね。はい。そうです。ドラの方がいいピンになります。あ、でも全然。ロッソさんって。良さげですね。おい、赤を引いていく。赤が ね、 いいですね。打点が伴ってきましたね。そうですね。パルティードさんも悪くないですよ。そうですね。あの、うん、2つ役配仕掛けて。そうですね。はい、シャンテンぐらいですね。2つ仕掛けて。いただきさんちょっとしんどいかな。うん、2つ仕掛けてローキューピンという形ですね。うん、いいですね。いただきセブンさん、これ国士。そうですね。国士。福士さん、はい。優しさ棒を使わないの。優しさ棒はあの今大会ではちょっと使ってないですね。何？あのいただきセブンにある棒のことをやと思うんですけどね。あのタコの、つもぞんではないです。折半でもです。ちょっとご説明して、つもぞん。天竺屋さん。つも丸っぽ。ツモは丸っぽで、あの宣伝カフとか誰も積もっても点は減らないです。減らないというかあの損しないです。折半というのはちょっと違う、ね。折半じゃないですね。そうですね。他府県から来た人は前夜やったらちょっとびっくりするでしょうね。点の高さというか。うね、これどこ落としますか。まあそうメンツテッド。うん、でもメンツテッドチートイズのシャンテンですね。あれの酸素切ったらスチーソー入っても転売ですし。いいピン、リャンピンでも天敗ですし、これ G 出てないですか。あ、そうか、国士がおるんで、国士はチートイツですね。そうですね、9ピンも切ってますね。はい、これでいいピン残しといたらという話になっちゃいましたけど、さあ、ペが出ましたね。これはポンして、ポンしてウーピン、イスピン振り点なんで、そうですね、はい、ウーピン青の天敗ですね。うん、うん、まあ行きますね。ローソンさんも親ですからね。
北田キセブンさん、リャンシャン、シャンテン、あ、リャンシャン、リャンシャンテン、サーテンパイ、ローソーで取るか、イーピンで取るか、まあちょっと馬強で、おー、ま、これは、ほうほうほう、ま、街にあの自信がなかったというか、多分、両面に仕上げた方が上がりやすいと思って、多分、平たくしたんやと思いますけどね。うん、ここで3品バシー入って3品入ったらテンパイです、はい、ね、EP、2品引いても9品引いてもスーチーズを引いても、まあ、何でもテンパイなんで関連牌引いたら、はい、これで3品とパーピンのをフォローして花からの、はい、ここでサブローピンにはならずイースピフリテンは2つ持ってました ね、 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 もつれますね、もつれてますね、うん、そうですね、パーピンが4枚。チート、僕はチートとりますね。ですね。はい。そうですね。うん。まあけどね、この親番逃したら得ないってぐらいのあれなんで、丁寧には行きたいかもなぁとは思いますし。3品がこれなくなりましたね。はい。もう3品なくなったんで、逆に2品がっていう話ですよね。2品はまあ番に1枚だけなんで。3品がなくなったら、1、2、3のメンツでも使われてないんで。うん、パーピン番入って。カンパーピンでも全然いいですからね。そうですね。けどカンパーピンね、4枚枯れてるんですよ。あ、はい、だから絶対入らないですね。はい、まだ9品の方が入る。そろそろね、闇も怖い、順命にもなってきてますしね。はい。急に皆さん速度が。低速モードに ね。そろそろ。親の闇とか怖いですからね。これけど青が生きてるんですよね。あ、ほんまですね。2枚とも生きております。山に。ルーピンがなく青。さあ、そろそろ。スーチーソーが引けないですね。そう、ああ、本当ですね。なるほど、そうですね。スーチーソーは。そうだ。ちょっと薄いですね、スーチーソー。うん、そろそろね、青が配られる時間帯になってきましたよ。青の灰がここに来ました。はい、ね。言うたら来ますね。はい。時間帯なのに。ちゃいますね。はい、いや、実は中前さん測ったんでしょ？何をですか？時間を。どういうことですか？え、青が出る時間測ったでしょ？あ、そうです。昔測ったことある。すごい。さあ、これ。あ、これスチッソ切りにくいですね、もう。切られへんですね。しかし、あれですね、テンパ1回外したらなかなかテンパらんかったですね。そうですね。一人テンパイ。これでも。はい、親は継続ですね。そうですね。はい、そうですね。なじりじりした展開にはなってますね。うんうん、これ流れますね。え、これ流れましたね。トンバでしたからね。え、これトンバですか？はい。今から何をかな？ナンバですね。ナンバ日本馬パルティードさん親のドラが花になってます。ドリブルセはい、手早きました。あの漫画は何本でトンガとイツで。そうですね。一人分折半じゃないの。まあ、漫画だと5000、3000とかですね。羽漫が8000、4000。倍漫が1万と6000になってます。優しさ棒って押し棒ですかね。いらない。あれ、正式名称やっぱり押し棒なんですかね。いや、わかんないですよ。ゴッドハンドはあの勝手に押すやつです。あ、それじゃないやつ。あれ、しかも商品名なの。パルディーノさんはチートイッツ。あ、これ、いいのもありましたね。めちゃくちゃいい。青も出そうですね。ね、うん、さあ、これで、はい、ポン。出て、3点。Q1 ローピン。これは、Q1 が浅かったらね。そうですね。このままいってもいいと思う。今日はまあ倍値なんで、浅いか深いか、そうですね、ローピンの関連波引くか、うんうんうん、さあこれでさあパルティードさんもパルティードさん仕掛けてます、ね、うん、仕掛けております。ローピンの横引く方が早そうですね。でもローピンがなくなりましたね。これでリャンウソ、サンソペ、スーチーピン、シャンテン、あ、うんうんうん、ソサンシャンテン、これでテンポですね。ヤンウッソペーか、あの渋めのペンカンサンソか、はい、まあさすがにね、2枚枯れてるんでね。お、あー、よいしょー、リーチ3丁ですね。あ、2丁、はい、赤ウッソ、あ、そうですね、はい、リーチ2丁、はい、これはちょっと何ぼかもはやわかんないですけど、え、
即、即ですか今の。いや、即、ポンしたから。ポンしたから。今から8000払ってたのケースですけどね。6は8ちゃいますよ。あ、なるほど、なるほど。6は8。でも4は6ですね、ほんまは。4は、あ、4は6でちょうど違います。8000点のですね。あ、そうですね。4は6ですね。はい、お脂肪のことで、コメします。そうですね、チップ動かないですね。そうですね。初めの半チャンがでみんな面前で手入ってたんで、あ、そうですね、一風変わった状況になってますけど、花は抜きドラですね。16枚12枚そうですね、4と4、あ、じゃあ、これ、あ、普通のドラマって12の16、そうですね、はい、16ですね、ドラが、はい、赤8枚、ドラ8枚、ドラ4枚、花灰、はい、4枚、12枚16。すぐヤンピンとか切っちゃうんですよね。ちょっとジリジリした展開に、あ、これちょっと締まりましたね。そうですね。いただきさんが早いかもしれないです。ロッソさんは、はい、締まりました。はい、チーピンですかね。お、ロッソですね。ソさんは早くちょっと難しそうかな、あれちょっと時間かかりそうですね。カルシウムいいとこ入りますね、うん、あそこのローソはいいですね。三層の方が先切って欲しかったかなっていう、ね、ソーズの形がねちょっと不安定なんで、ロッソさんはソーズ早く固まってほしいと思うんですよね。あ、そうですね、うん、まあ、9層が今入りました。あ、違いますね、それパルティさんですね、うん、さあこれでどうするか。いつは諦めた。お、サブローピン DH。リラックスの一番乗り。親リーでございます。はい。サブローピンですね。5山。あ、じゃあ5山で4山。ローピンがあると。結構ありますね。そうですね。そうです、サブローピンめっちゃ強いですね、これ。うん、そうですよね。そのリーチを、うん、ターチャはどう、お、お、お、これで9層切るか数ピンか、うん、ワンチャン3ピン危ないですね。ワンチャン3ピン危ない。行きましたね、数ピン通した、はい、お、さあこれでもっと3ピン危なかった。おいしょ、すごいですね、これでサブローピンはリーチの時には出る形ではなくなりますね、はい、そうですね。おいしそう。で、これでテンパイ。さあ、9ピン切るか、6ピン切るか。相手9ピンでリーチ、数値層。数値層けど結構使われてますね。そうですね。めっちゃ使われてますよ、これ。あ、ほんまや。1、2、3、4、5、6、7、8。あ、惜しい惜しい。あれ ?3、4、5、6、7、もうないんちゃう。三品がね、ちょっと山盛り、あ、三品が統一か。サブローピンが4枚残ってるんですね。そろそろ、おお、深いですね。深いですね。スチーソー、1、2、3、4、5、6、7、ないですね。そうですね、スチーソー、これ、空手ですね。やっぱりない。そうですね、ないですね。残ってないですね。サブローピン、三品が。さあ、これ何を切るかです。チーピンですね、スーピンの壁で全然出ないですね、サブローピンね、え、うん、吸収されますね、今サブローピンだと。お、これで完了、ピン振り点転敗、完了ピンね、けど3枚枯れてる、4枚枯れてますね。あ、もうないんですね、はい、まあ、これでとりあえず抵抗の形に走らないですね、さすがに車内。サブローピン積もれないですね、これ。そうですね、深いところに固まっておりそうですね。あ、怖い怖い怖い。そろそろ時間ですね。そろそろサブローピンの時間ですね。いや、見ててくださいね。わー、そろそろ、やめたらね。そろそろ時間なんですよ。そろそろ時間。はい。はい、3ピンの時間がやってまいりました。3ピンの時間がやってまいりました。はい、頂きセブンさんの上がりです。ポールって書いてますね、やっぱり。ポールキッシーでございます。はい、ほんまや、いつの間に。で、あの、上がった時のお茶飲んでますね。
それどうでもいい。いや、お茶は大丈夫です。水分補給を怠ったらえらいことになります。ですよね。口が逆さになってたら発生できませんもんね。ポンが言えないですかね。そうそうそう。唇と唇が重なって。ね、いや、鼻がない人は鼻がいつもって。